一般社団法人日本ドローン協会代表理事溝部公則さんの登場です。日本ドローン協会の代表を務めております、水野部と言います。今キャプテンと呼ばれたんですけれども、我々日本ドローン協会ではコールサインで呼び合っています。で、私の場合はキャプテンです。これから、親しみを込めて私のことをキャプテンと呼んでください。キャプテン、全然女の人がいいですね。キャプテン、はい、ありがとう。今日は福岡マラソンもあって雨も降っている中、本当にこんなに大勢来てもらって本当に嬉しく思っております。まさかこの中でマラソンを終えてきたとかっていう人はいないですか？もし言ったら賞金でもあげようと思ったんですけども。おっ、もうすぐ嘘つけ先ほど、まあ今日はドローンの発表会、イベントということで一発目に、ドローンを皆さんにお見せしました。で、次に、歌ったユニット回転ユニコーンというんですけども、これは今回日本ドローン協会の主題歌をオリジナルで書き下ろしてで作りました。で、はっきり言ってこういう歌とかを歌っていると日本ドローン協会の主題歌って何やとか、あとなんでイタリア人の女性がユニットで歌うんやとかっていうツッコミが聞こえてきそうなんですけども、まさにここが日本ドローン協会の醍醐味で、我々日本ドローン協会では、こういう面白いなとか思ったり、これは楽しそうだなと、あとはワーオっていうようなそういう感動を届けたいと思っています。で、今回はですね、そういう意味で、マジで 100% マジです、これで、昨日もボイストレーニングをして彼女たちに歌ってもらいました。これから YouTube なんかでも彼女はどんどんアップしていくので、まあ、我々、皆さんと一緒にですね、助け合って彼女らを育ててあげて、で、ドローンを有名にして見てたらなと思っております。で、このワードとかというその感動なんですけども、実は私が初めてそのドローンを見た時に、その時に衝撃を受けたのはこういう、わっ、これはすごい、何かが変わる、ただの今までのヘリが、ラジコンヘリが変わっただけではない、エポックメイキングが起きる、そういうふうに、感じました。それで自分はすぐに、日本ドローン協会を立ち上げました。すごく早かったです。もうすぐに立ち上げました。だから、日本ドローン協会という称号を得ることができました。なかなかこの日本ドローン協会という名前は取れないです。で、今回ですね、ドローンパーティーということで、普通だったらドローンは、まあ、我々みたいなおっさんとか昔からラジコンやってる男臭い感じの雰囲気になるんですけども、日本ドローン協会の趣旨としてこれからの若い人たち、子供たち、そういう人たちにどんどんいいところを見せて、みんながそれを使って、幸せな未来を築いてほしい、そういう意味から、ドローンパーティーという意味で子供たちも今日はいっぱい来てもらっています。あとうちの、私大学でも教えてるんですけども、大学の学生、それから女性にあんまりこういうので、ラジコンとかっていうのは興味ないんですけども、これから我々が日本ドローン協会が出そうとしているのは自撮りドローンとか、そういう女性でもそれで楽しめるように、そういうものを目指してやっています。で、もう私の見ても分かる通り、ジジイはもうあと死ぬだけなんですよね。今から紹介する、有名なゲストの方々もみんなジジイです。もう死ぬだけです。でも我々の、役目っていうのは、ここに来てる若い子供たち、そういう人にそういうチャンスを与えたり、あとはそういう環境を作ってあげる、そういうことはできるんじゃないかなと思って、日本ドローン協会は今日皆さんのそういう子どもたち、あとはあまりよくドローンを知らなかった人たちにその良さを知ってもらって、で今後の、日本の未来に向かって、便利なそういう社会を作ってほしいと思います。
そういうことで今日はですね、あんまり教会に馴染まないような、あんまり合わないような長髪でひげ面のジジイが何か語ったけども、ドローンっていうのは我々の未来を明るくするすごいいいものだ、そういうことを覚えて帰ってもらえたら嬉しいと思っています。では今日ここに書いてますけども、ドローンパーティー in 九州ということで、新事業オープニング披露するためのイベントで、あります。それで簡単に我々日本ドローン協会がやっている、コンセプト並びにこれから、取り組んでいく企画、そういうことについて説明していきたいと思います。ではじゃあ、まず ここに見えますのが JDA4 つの柱コンセプトの、4つです。でドローンに、ドローンというのはマッチコプター、プロペラが4つありますので、それにちなんでこれ4つにしてるんですけれども、安全、研究開発、それからエンタメ、コンサル、この中で真ん中の安全とエンタメ、他のところを他の業界とかとは差別をして力を入れていくことを我々は思っています。でまず安全のところなんですけれども、もうこれは皆さん分かると思います。今まで事故もあって、ドローンがちょうどもうブーイングを上げたこともありますけれども、我々が目指しているのは、まあ、自動車学校と思ってもらえるんですけれども、安全にドローンを飛ばすために学科とそれから技能、そういうものをきちっと教えて試験をして、でライセンスを与えようと思っています。であとはエンタメ、これ私実は13階で芸術学部で講師もしてるんですけれども、こういう遊びの心とかそういうアートの部分、そういうわけが絶対に必要だなと思っているので、ここも、私力を入れていきたいなと思っております。でこの4つの柱の中で、安全の中で今言ったライセンスのところをちょっと説明しますので、次の、我々は一応ですね、自家用人形用インストラクターという3つのライセンスを発行しております。もちろん試験を受けてそれに受かった方に対してこれを差し上げるという、でまだこれは国から認められているわけではありません。まだそういう法律がないですから。でも我々は、国の認可を受けて、でそれでライセンスを発行できる、そういう民間団体を目指しています。はい、次が次のスライドをよろしくお願いします。今日のメインテーマは実はここになります。今までですね、ずっと会員、どうやってなれるんですか、会員になりたいんですかっていう、問い合わせがいっぱいありました。でも今まで少し、躊躇してたんですね。というのは先ほども言ったみたいに、日本ドローン業界何か面白いぞ、普通と違うぞ、新しいことをやりたい、そういうのがあって、でついに JDA 会員、スマホドローンスマートは会員証になる。多分これはというよりもはっきりと 100% 業界初だと思います。で我々ドローンパイロットが、必要だなと思っているドローン探知機とかドローン保険、保険には絶対入らないといけない、ドローン空域チェッカー、実は国交省のレギュレーションでここは飛ばしてはいけない、ここは高度なんだと思う、そういう規制があります。それが、スマホの GPS でパッと分かればすぐにここは飛行禁止区域だ、じゃあ国交省に申請しなきゃいけない、そういうことは分かる、こういうのを作ります。で普通にドローンに興味がない人でもこれレンタルスマホでこの値段ですから非常にお得だと思います。ただ我々は業界がこういうことを言ってもなかなかそんなことできるのかよ、どうやってやってるのか、そういう疑いはあるかもしれません。今日はこれをドローンスマホですね、開発してくれるという太田さん、東京から来てもらっていますので、ぜひちょっとご説明をお願いしたいなと思います。太田さん、はい、どうぞ拍手をお願いします。ご紹介いただきました株式会社